みーさん、今朝道を迎えにここはサンフランシスコエアポートに来てます。そしたらたまたまなんか同時期店をここでやってて面白そうなのでこうやって撮ってみました。みんなのなんかそれぞれの陶器の作品展やってますね。なかなか面白いものがあります。一番でっかいのはこういうお皿もあるけども、これでっかいね。見てください、コウノトリかな、コウノトリ、めちゃめちゃでっかいですね。上手に作ってある。わあ、なんか蛇がくちばし、あ、蛇を捕まえてるところ、くちばしでっかい、すごい、めちゃ、あ、ちょっとまた目が回るけどゆっくり歩きますね。みんなこれサンフランシスコエアポートの待合室、待合室ロビーね。でこれが面白いですね。フィッシュとヘビ、カエルとかいろいろ、向こうのお皿もフィッシュと、ね、うなぎかな、うなぎとかザリガニとかカエルいっぱいある。なかなか面白い、全部陶器。これはなんかチャイニーズっぽい人の作品、中国風ですね。お茶碗とか作る、あれはなかなか水差し面白いね。これも水差し、ああそうかそうか、全部水差しを作った、パイナップルの水差し。でこの次のショーケース、これは鳥、向こうもウサギ、ウサギ、なかなか面白いの。これはまあよくあるかな、でもでっかい、でっかい、これがすごいと思うね。あった、バッタ、ちょっとガラスが反射する、ものすごいでっかいバッタだな。バッタバッタしてるじゃん。これが可愛らしい、なんていうの、オウム、オウムちゃん、オウムちゃん、これは猫ちゃんで、猫ちゃん、ラビット、猫ちゃんですね、猫ちゃん。向こうは猫ちゃんがたくさん遊んでるところ。まさみちが来ると、お母さんまた暇そうにこんなことばっかりビデオ撮りしてさ。まさみちが帰ってくるまでにこういうことはしとかなきゃいけない。あの人は常識人間だから。あれはハートの皿に、ああそうか、ピース、ハート、ピースのシンボル、ハート。でこれが蝶々、これが花、花の花車、花車ですね。嫌だね、ちょっと反射するから、花車、あ、今やけちゃったね。でこれが花びら、花、フラワーのパッタ、なかなか面白い発想ですね。花びらの下が壺にこうなって、これが花ショウ、ショウ、平べったいショウ。こっち向かい側が Serving Dishes って書いてあるから、まあ、あのなんかシチューとか、あのこう蓋付きのものに入れてサービス。これはなんかね、日本でいうと重箱っぽい、あの手のね、重箱っぽいですね。
なんて言ったかな、ラランラランっていうかな、昔漆塗りのラランっていうのがあった、それの模様をつけたパッド。パッドって言ったらダメ、英語だからポット。日本語ではローマ字発音でポットですね。これもそうね。これも面白い。なかなかあれはなんか面白いです。たこ焼きみたいな、たこ焼き皿みたい。でもちょっと拡大できないからな。面白いね、なかなか柄がね。面白い、なかなか面白い発想で、これ一番可愛いと思ったカエルちゃんのグループ。カエルちゃん、カエルちゃんがギター弾いてるとこ。ギターちゃんちゃかちゃんちゃか弾いてるとこ見えるかな。ギター弾いてる。大きい。これもなかなか高い。これもカエルちゃんたち。カエルちゃんたち。玉遊び。あるいはボートでみんな寄ってギターを弾いて泳いでるのを引っ張って、これも本当なかなかかわいい。ほらちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかギター弾きやってる、歌ってるの。センギングソン、センギングソン。そしてこれもかわいらしいね、五線紙がミュージカルスコアかな、スコア読んで、あれがなんか一輪車かなんか引っ張ってる。チュ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 チ、また私の手、あ、エスカレーターがあって、これはなんかやっぱり中国のなんか古いクラシックな、チャイニーズクラシカルパートな感じでも、これはみんなまあそういうわけで今、サンフランシスコエアポート。I'm in San Francisco Airport to pick up my son. Sir, people's, this is a waiting room. People's waiting. But many people arrived today. Sir, people start the vacation, I think. で、これが全部、展示会。展示会のショーケースで、私は今からどこに行くのかというと、正道が来る前に、何でも正道が来る前にってね、なんか鬼みたいなね、鬼が帰る前にちょっとそっちの方の、そっちの方の、これなかなか綺麗だね、上がドームが。 I like this architect's design well. ThisRemind me the Osaka International Airport. これがなかなかすごいですね。光がいっぱい入る。じゃじゃじゃーん。そして、This is ticket counter. ね、どこに行くかというと、こっそりと、うどんを食べに行く。このキャフェテリアで。うどんのブースがある。そう、うどんを食べます。そしてちょうどうどんを食べ終わったところで、我が息子正道君とご対面というわけ。ブースですね。これみんなコーヒーなんかの。写真のブース。もうちょっと、あ、バッテリーが切れそう。なくなっちゃうけど、うどん屋さんまで行くかな。うどん屋さんいっぱい、これジャパニーズもほらいるよ、待ってんの、女の子ほらインタビューしなきゃね、ほらみんなジャパニーズのトゥーリストラプトップ、ほんでみんな、ほんでブツブツ言ってる変なおばさんがターバンのおじさんの前を通って、うどん屋さん、うどん屋さん、ここ、恵比寿。
恵比寿ってところがサンフランシスコのうどん屋さん。すいません、美味しいですか？美味しいですよ。あ、そう。という、just I would like to interview. はい。ポーズ and good. そば、そば。ラーメン。あ、ラーメンね。あ、これ食べなきゃね。これそば。はい、そば。OK。I should order the そば。恵比寿ですね。恵比寿。はい。